第3節関西学生アメリカンフットボールリーグ最後の取り組みです。王子スタジアムでの激闘となりました。対戦カード同志社大学対関西大学、中盤を占う大事な一戦、いよいよキックオフです。走って走って掴み取るんだ、ビクトリー、シャウトアウトラウド、ビクトリー、シャウトアウトラウド、ビクトリー、シャウトアウトラウド、シャウト、シャウト、エブリバディスクリーム、ビクトリー、シャウトアウトラウド、ビクトリー、シャウトアウトラウド、ビクトリー、シャウトアウトラウド、シャウト、シャウト、エブリバディスクリーム。快晴になりました。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第3節の一戦です。6校の山を背にして戦います同志社大学対関西大学の一戦です。会場は神戸市立王子スタジアム。神戸決戦となりましたこの2014年シーズンの中盤戦、今シーズンからディビジョン1復活を果たしました同志社大学と王座奪還を狙う関西大学、この2校の対決ということになります。さあ、それでは今日の試合の解説ご紹介いたしましょう。同志社大学元アメリカンフット部の前監督でいらっしゃいます茨城勝二さんを招きして実況 RTV 上田でお伝えしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ第3節ということで、シーズンも早中盤戦という形になりましたね。はい、そろそろ疲れも出てくる頃、あるいはどんどんこう前回の開校では強豪が当たってくる時期になってくると思うんですが、はい、ズバリどの辺を、この試合注目していきたいですかね、茨城さん。まず同志社大学からいきますと、はい、初戦が、開幕オフェンスが形成できてダメだったんですけど、はい、前節立命館相手にラッシングオフェンスが少しずつですけど、はい、精度が高まってるんですね。はい、もちろんオフェンスライン の, e ブロックも随所に見られてますんで、その辺 の, 今良くなりつつあるところを、はい、関西大学の強力なディフェンスラインラインバッカーに対して今日どれだけ通じるかというのが、はい、次節以降への一番大きな課題だと思います。はい、わかりました。さあ、それでは第2節前節のですね、試合終えてのインタビューを伺っております。そちらをどうぞご覧ください。シーズン中に、変わっていかないと僕らは日本一にならないっていうのが、もう分かってることなんですけど、それを前提に置いてたらやっぱり近代戦より今日の試合が変わってたかって言われるとやっぱりあんまり変わってないかなと思うんで、もっと劇的にチーム的に変わらないと日本一になれないなと思いました。同志社戦なんですけど、日本一に向けて、初戦の近代戦よりも今日の龍谷戦よりももっと変わったチームを見せたいなと思います。あんまりフットボールが、できなかったので難しいですけどね。反則も避けられる反則もあったし、プレーの完成度も全部低いのでね、その辺をしっかり直したいと思います。次節への意気込みをお願いします。はい、シーズンを通じて成長していかないと、なかなか日本一は難しいと思いますので、ちょっとずつでも、しっかり成長していけるように頑張りたいと思います。そうですね、やっぱり自分たちのミスから失点につながるっていうのが多かった でやっぱり結果がこの得点差が全てかなというふうに思っています。オフェンスとディフェンスそれぞれの課題と収穫を教えてください。そうですね、やっぱり最初のキックオフから、こっちの流れになるところでやっぱり相手にボールを渡してしまってタッチダウン取られるという形だったので、まずそこの甘さ、爪の甘さというのがやっぱオフェンスには見られたかなと。でやっぱりディフェンスも止めるところをしっかり止めれてなかったので、やっぱりそこをしっかり直していかないと次の関大戦にしっかり僕らの力を出せないのかなというふうに思っています。そうですね、関大戦に向けてやっぱりまず今回の試合を通して出た反省点をしっかり全員で直して、でさらにパワーアップした状態で関大に向けてしっかり戦いに行きたいと思っています。やっぱり立命さんは前評判通り強かった
だと思います。まあ、ただ2戦目で、前回はあの初めてというか久々にディビジョン1に帰ってきて韓国さん相手に、ちょっと浮き足立ってたり不安がたくさんあったんですが、まあ、今回は落ち着いて自分たちがやろうと思ってたことはある程度はできたのは収穫かなというふうに思ってます。いや、もう相変わらず関内のディフェンスはフロントからラインバッカーから強いので、あの、まあ、まあどうしようかなという感じですけども、まあ、時間をコントロールしながら、要所要所ディフェンスが抑えながらいいポジションで、積極的に点を取りたいなというような感じで、まあ、ロースコアに持っていけたら少しはうちにもそういう目があるのかなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、間もなくキックオフが始まるというところでありますけれども、それではここで両チームですね、今シーズンの戦いを振り返りたいと思います。まず同志社大学ですけれども、まあ、関学立命とあたる、まあ、やはりディジョン1昇格を果たしたチームからすると厳しい日程になるとは思うんですが、はい、まあ、続く3試合目、まあ、関西大学ですね、これを受けて今シーズンどういう戦いをするかですよね。立命館学でどういう収穫を得たかと思うんですが、茨城さん、今年の同志社どうご覧になりますか。まあ、あのクォーターバックの能力は考えました、ね、はい、やっぱりランでいわゆる1試合通じて使えるプレーの確率というのが一番大事だと思いますね、はい、でそれができて初めてディフェンスで守りきって、リードポジションと時間コントロールして、はい、ゲームに勝利するのが可能になると思いますので、はい、やっぱりランで何を一番あの軸に釣るんかというのを今日の試合で作り上げなければならないと思います、うん、そうですね、まあ、ラン主体で、戦っているというのがこう今シーズンの、まあ、同社のテーマですので ね、 そ う、 ですね、はいはい、まあ、そういったところを、まあ、強固なディフェンスを敷いていると思いますが、まあ、関大に対してどこまで出せるかというところですかね。まあ、あの関西一のディフェンス相手ですからね、はい、今日通用したプレーいうのは、はい、来節に持ち越せると思います、ね、はい、さあ対する関大です、近畿大学との一戦、そして龍谷大学との一戦を終えて、次の試合、まあ、今日を迎えるというわけになりました、まあ、こちらはまあ守備重視で、まあ、非常にいい守りを持って、まあ、あとは攻撃力、攻撃陣ですね、このあたり注目だと思いますが、まあ、あの前節石井君が先にスターターで入って、はい、そうですね、でパスのヤード、それから成功率とも、はい、ほぼ合格点だったと思いますので、ね、そうですね、今シーズンここまでパスでの獲得ヤードが、まあ、平均9ヤードと高い数値ですんでね、はい、そうですね、あと成功率も、はい、あの前節の龍谷戦はもう非常に高かったですから、彼の場合は、はい、だからこの辺が計算できるようになれば、まあ、ランはもともと上手なチームですんでね、はい、あの次節以降に向けてはあのオフェンスが計算できるオフェンスだという確証を持ちたいと思ってるんじゃないですかね、はい、もうディフェンスは全然心配いらないですよ、はい、そうですね、まあ、ディフェンスライン、ラインバッカー、ディフェンスバックともに非常にいいタレントを多く擁してますんでね、はい、ランに関しては今のところ本当悪い景色ってなかったですね、はい、逆に言ったらあの後半に向けてはやっぱり、コーナーバック、はい、セーフティーを含めたパスディフェンスになるんじゃないですか。今後鍛える課題としては、ね、はい、さあコイントス行われまして、まあ、関大レシーブということで、始まります。さあ今日の試合の、まあ、序盤ですね、立ち上がり、茨城さんは見どころどのように見ていますかね。まあ、あの関大のリターンから始まるんですけど、まあ、それをどの地点で止めるかでしょうね、はい、まあ、どうしてもディフェンス頑張ればあのなければダメなんですけど、あの関大のリターナーいうのは本当に個人技で持っていく力があります、ね、うん、はい、まあ、最初のキックオフから見ものだよね。そうですね、まあ、キッキング非常にいい伝統的に能力の高い、まあ、組織力のあるチームですので、このあたりを関西大学、まあ、どう発揮するか、はい、まあ、同志社はもうここ止めるかというところでもうね、ロングリターンだけは絶対させてはならないですね。そうですね、はい、さあ間もなく試合が始まります。上空は、青空が広がっている今日の神戸王子スタジアム、風も今はないようですかね、はい、2014年の関西学生アメリカンフットボールリーグシーズンも第3節に入っています。
同志社大学対関西大学の一戦がまもなくキックオフを迎えます。まあ、同志社大学まずカバーから入りますが、はい、まあ、どの辺に気を配りたいですかね。まあ、キッキングもそうですけれども、多分蹴るリターナーどちらに蹴るかは決めてると思うんですけど、はい、どちらもいいリターナーですんでね、関大の場合は今日はジムラ君入ってますから、そうですね、ジムラ、木下、はい、はい、まあ、どちらもいいリターナーです、彼ら本能的に悪はないのを発見するんですよね。おっといきなりオンサイドフラッグですね。いやー、ここはまあ初戦の感覚戦同様、どうしたいきなり、そうですね、ただの10ヤードですね、そうですね、ちょっと10ヤード届いてませんでしたんで、あ、もうポジション取るでしょ考えは、いきなり、まあ、反則が出ています。これはキッキングの反則ですね。はい、はい、さあ、これは関西大学の、まあ、攻撃から始まります。まあ、気をてらったんですけれどもね、まあ、チャレンジはね、いいことだと思うんですけど、はい、このハイリスクな分ね、第1節第2節と、まあ、仕掛けてくる、まあ、強豪相手にですね、はい、まあ、こういった果敢なプレーというのが見られています同志社大学です。さあ、しかし景色は悪くなりました、はい、石内がクォーターバック、今日先発の関大です。2バックでちゃんと組んでますね、はい、あのフルバックもいいフルバックなんですよ、市村君。さあ、敵陣の38ヤードから始まる攻撃です。ランプレーで入りますが、おお、よく止めましたね。さあ、それではここで両チームのスターターです。まず攻める関西大学オフェンスチームですが、今日は先発はクォーターバック石内です。まあ、岸村との2枚看板で来ていますが、まあ、今シーズンはこの石内先発というのが多く見られます。そして、コーリターナーの木下千村も控えています。対する同社のディフェンスですが、ご覧のようになっています。キャプテンの北村、そしてチョン・ヨジンといったディフェンスバックが非常に強力です。セカンドダウン、ここはん、いやー、よく頑張りましたね。1ヤードぐらいのゲインにとどまっています。同志社大学今日ディフェンスライン本当頑張ってますね、そうですね、はい、今日は同志社大学樋口、井本、石山、中松というディフェンスラインユニット、ちょっと感覚立命戦と押し込まれる部分があったと思いますけども、今日は今のところいいですよ。そうですね、2つのランプレーを止めています。サードダウン、ここは長い距離、同社としてもここはなんとかダウン更新許したくないシーンです。はい、ターゲット探すがパスを投げて、あ、投げ捨てのような格好になりました。あ、反則ですか。パス失敗に終わったかに見えましたが、ここでイエローフラッグです。最初のターゲットは左サイド見てましたね、はい、はい、第一クォーター関西大学の攻撃が始まっています。あ、アウトバウンズにレシーバー出てたんですね、はい、まあ、ここは同志社大学パス失敗になっていますので、まあ、反則取りませんね。まあ、キックのミスは取り返しましたね。そうですね、はい、ここで、まあ、ほとんどゲインありませんでしたので、いや、いい位置だったんですが、パントですね、スリーアンダーウト、はい、これはどうした。まずラン2つをしっかりと止めています。パントに追いやりました。さあ、どうか、スレスレのところ、ここはフェアキャッチですね。7ヤードですね、はい、知人7ヤードからのオフェンスになります。同志社大学です。さあ、それでは今度は同志社大学のオフェンスチームのスターター紹介です。クォーターバックは3年生の坂谷、ここは今シーズン変わっていません。ちょっとランニングバックに
ターターの変更があるみたいですね。キッカーは熊谷です。さあそして、守る関西大学ですけれども、こちらは強力なこのラインナップ、ほとんど、ね、はい、はい、フルメンバーで来ているという状況です。まあ、怪我もなくいい形で、シーズン迎えたと思うんですけどもね。好調を維持している関大の守備陣です。いい面ですね。メンバー、いきなりタイムアウトを入れます。これはもう反則すれすれのところでタイムアウトを出しましたね。取らざるを得なかったですね、今の時間では。はい、そうですね、まあ、ちょっと最初のプレーからということだったんですが、タイムアウトを入れます。まあ、この辺は対関大ということで、まあ、強豪相手に焦りなく行きたいところでしょうけれどもね。また一人入り忘れたんですね、うん、メンバー。はい、さあクォーターバックは坂谷です。ショットガンに構えます。ラインバッカーが非常に変化するんですよね、このプレスナップの時に。はい、ああいきなりパスです。短いところですが、うん、パス失敗です。ちょっとボールこぼしてましたね。セカンドアンテン、アンダーゾーンきついですね。今スリメラッシュでしたからね。はい、まあ、同社大学はパス14回で24ヤードという今シーズンの数字ですね。ランが147ヤードですから、まあ、ほとんど地上戦、そういったチームになりますね。プレーコールの数はそうなりますね。昨年は、まあ、バランスも、まあ、重視しての戦い方だったんですが、ディビジョン1に上がって、まあ、ランでゴリゴリ行くという小林ヘッドコーチの声もありますし、開幕からラン主体で来ています。さあどうか、これはやはりアウサイドラインバッカー2人がいいタックルです、はい、外から仕掛けましたから、まあ、まずこの堅い関西大学の守備を打破するには基本的にどういった部分どうしたら必要でしょうかね。あの本当はあのタックルからオープンのは、はい、あのスリーメンですからあの出しやすいはずなんですけど、はい、それをあのアウトサイドの今みたいにあのアウトサイドラインバッカーがブリッツしたり、はい、であの誰かが一人 D ラインの役目してるんですよね、はい、そこをさあスルッと抜け出しましたけれども、ファーサン更新には至りません。まあ、こちら結構前がかりなんですよ、はい、でセーフティーもどっちかというとボックス内のランプレー、はい、噛んできますんでね、本当はセーフティーの後ろをパスで攻略できれば、はい、あのロングゲインにつながるとは思うんですけど、でそれをさせない新川君と藤谷君のがいてますんでね、投げなければならないディフェンスなんですけどね、関大のディフェンス。そうですね、まあ、ここはパントに終わっています。同社大学、さあここはしっかりと陣地を挽回したいところですが、リターンに気をつけたい。さあそういったところです。木下中央をつきますが、うん、同社ここは外に、はい、いいカバーです。残り時間が8分46秒という第一クォーターです。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1、同社大学対関西大学の一戦です。まあ、ここから見ても、はい、ディフェンスラインとオフェンスラインの大きさの違いはもう一目で分かりますね。関西大学のオフェンスライン5人が本当一番重いんですよ、はい、ディビジョン1で。同社のリーラインがラインバッカーに見えます。さあランプレーです。赤、うーん、いいタックルを浴びせていますね。ここはラインバッカーの、ね、はい、吉川です。33番、とこ見ましたね。今日はランが関西大学そこまで進みませんね。立ち上がり、
吉川がフリーでしたね。ブロックミスですね。はい、オフェンスラインがうまくブロックを打てませんで、まあ、ただ石打ちパスもありますんで、この辺ちょっと、はい、同志社意識必要ですね。ランのフェイクです。ポジションはいいですからね。さあパスを投げました。あとフリーですが、パスは失敗に終わっています。セカンドダウン10、パスが失敗、サードダウンです。この辺でしょうね、伊藤さんの言っておられた課題いうのは、はい、そうですね、はい、まあ、レシーバーが少し、まあ、パスキャッチ精度を上げていきたいと今シーズン話していましたけれども、19番2年生原田へのパスです。このブリッツですね。さあサードダウン抜いてます。さあ抜いていますが、これは空いている。そのまま木下パス通りました。タッチダウン。先制点は関西大学木下へのパスです。いや石内もいいところにやはり落としましたね。だから石内君先発にして、はい、ファーストブレイク絶対木下君のロングパスキャッチをきっかけにタッチダウン取ってるんですよね。さあ今日のキッカーは千村です。はい、6点を選手は関西大学です。今日2回目のドライブでタッチダウンを奪ってドライブ4ポイント成功、7対0です。じゃあもうちょっとプレッシャー必要だったですね、今のサードロングは、はい、ディフェンスの方がね。7対0ということになりました。まあ、ランでは同志社大学もよく守っていたんですが、今までのところ本当申し分ないですよ。そうですね、はい、まあ、ただパッシングではちょっとコーナーバック1対1で抜かれてしまいましたね。ただサードロング作りましたからね、はい、あれをもうちょっとハリーで掘らすプレッシャーかけてたらもう一遍パントだったと思うんですけど、はい、ただ石内木下のホットラインは出来上がりつつありますね。カバーも A 選手しか出てないですよ、関大は。さあここは見送りました、うん、タッチバックという形になりまして、同志社大学が自陣25ヤードからのオフェンスということになります。意図は本当は取らしたいんですよね、はい、取らして右ヤード以内でタックルしたいキックなんですけど、はい、さあ紫紺のユニフォーム同志社大学のメンバーが出てまいりました。まあオフェンスは堅い関西大学の守備をどう崩すかというのが一つ焦点になりますけれども、最初のプレーです。ショットガン自らボールを持っています。ワイルドキャットですが、どこまで、まあ、原因はないというところですかね、はい、あの一歩方向のプレーのは、はい、本当全員あのきっちりあの同じレーン走ってますからね、はい、本当にあの歪みのが出ないですよ、関大のディフェンスは、1年生酒井の、まあ、ワイルドキャットというところでした、はい、まあ、今年は同志社大学ワイルドキャットが非常に開幕戦から出してますけれども、はい、まあ、QB 走らせるよりは QB の負担が少ないのと、まあ、ブロッカーがあの1人多くなるというのがワンバックにしてもね、ワイルドキャットに。そうですね、はい、そしてまた松本に変わりましたが、はい、さあランプレー真ん中をついていこうというところになりますが、登場ですね今ファーストタックル、はい、ボールキャリーは山形です。まあ、そう見ますと同志社大学非常にランニングバックは豊富だなというのが、ね、はい、思いますが、はい、第1節第2節は野球部出身の菅谷がよく走る印象がありました。ちょっとエースの長野がまだ出れないですね、はいはい、もう縦の距離はやっぱり長野が一番あると思います。なるほど、はい、
サーダウンで残りが6ヤードです。ここはパスを選択、投げましたがさあどうか、キャッチはしているようです。パスありますね、はい、同志社大学今日の試合初めてファーストダウンを取りました。リズムをつけていこうというパス、ね、はい、まあ、この榎本は、まあ、パスの機会というのが、まあ、少し少ない部分ではありますが、そんな中でこう存在感を出しているシェアハンドな選手ですね、はい、まあ、今一番信頼を受けるレシーバーじゃないですか、はい、神田もスリメンラッシュで後ろを固くしたんですけどね。次もパスで行きました。中央パス取っていまして、まあ、これはゲインが3ヤードから4ヤード、はい、まあいいゲインですよ、はいはい、ランプレーと本当同じぐらいのゲイン取ってますからね。まあ、パスを投げるにしてもこういった小気味良いパス、短いパスを重ねていくというのがどうしてもスタイルになりますかね。ただ林君サイドは危険な時もあると思いますけど、今のパスでも2バックですね。キュービドロ中央をつきましたが、これはノーゲインです。まず立ち上がり第1クォーターのライン戦というところで見ますと、岩井さんどうですか。まあ、同社のオフェンスライン対神大のディフェンスライン3人は、はい、やっぱりちょっと神大の D ラインの方が上かなというふうに見えますけど、今高谷入りましたね、ディフェンスエンドに。そうですね、ディフェンスエンド パッシングゾーンと見てるんでしょうね、はい、外からのラッシュはタイトで速いですからね。さあ3人入ってきました、はい、ここはキャッチしますがゲインはできません。ちょっと下げられてフォースダウンです。この子は外に腰切るの速いんですよね。中に突っかけてるんですけど、今の90にこの子はもう高校時代からすごかったですよ。うん、そうですね、まあ、はい、ディフェンスもしっかりと要所でこの高谷、まあ、適材適所といいますかね、はい、非常にいい選手層の厚い神大の守備です。中に押し込みすぎたら外には腰切りにくいはずなんですけどね、はい、この子は本当にターン早いですわ。さあそしてパンターはヨネイです、まあ、この辺りも同志社大学は頼りにしている部分かなと思いますけどね、はい、いいパンとこ必要ですね。自陣36、あギャンブル、そのまま中央つきます。中央つきてさあファーストアー取りました。スペシャルプレーです。ボール転がっていますがダウンが先。いやー、ここでパントフェイク仕掛けましたね、はい、仕掛けました。7点を追いかける同志社大学、ここは果敢な攻めを見せています。まあ、これぐらいのチャレンジ必要でしょうね、はい、本当に同志社にとったら。そうですね。さあファースト3点です。敵陣に入ろうというところ、このランプレーはしかし、立ち上がるよりはラインバッカーが前に前に押し切りになってきてますね、はい、あのゲームの導入より。今までずっとこういうパターンの方が多かったんですかね、龍谷戦も、はい、ここは東条ですね、非常に伸び盛りな選手で、まあ、4年次ではありますが坂本林と、ね、肩を並べる存在になりましたね、はい、東条はね、本当去年の澤田君までにはいきませんけど、ね、澤田君に匹敵するラインバッカーですね。彼やったら今のあれバックサイド行っても届きますんでね。セカンドダウンで残りは12ヤードです、はい、ただここもラン、ただそのサイドにブリッツ入れてますからね、神大が、はい、まあ、関西大学も、まあ、個々の守りしっかりしているところなんですが、そこにブリッツも入るとね、ちょっと同志社はどう、はい、こうかわそうかという形になりましょうかね。
オフェンスラインが少しディフェンスラインに釘付けにされています。なんとかラインバッカーまでブロック打ちたいですかね、はい、プレスナップでラインバッカーどっちのアウトサイドが入るかいうのは準備してるはずなんですけどね、はい、どうしてもサードダウンロングです。ここはパス、あっと、ただあそこで受けてもね、うん、河村もパス失敗に終わっています。この坂谷今シーズンは成功率がパス 42.9%、 インターセプトが2つということで、まあ、ちょっとあまり無理はしすぎないようにしたいところですね。ここは、まあ、パントという形になります。先ほどはスペシャルプレーを出しましたが、今回は12ヤードの距離がありますので、どうでしょう、順当に行きます。あ、いいパントです。そうですね、よく伸びました。いいさあリターン、1人かわす、右サイド、まだ粘ります。ここはしっかりとリターナーとしての、まあ、副将としての、まあ、気概も見せました木下です。パント自体は良かったですからね、はい、背番号2をつけます今シーズンの木下。せっかくスプレッドパントやってるんですからね、もう少しあの敵陣でタックルしたかったです。そうですね、はい、まあ、1対1でうまく止められればいいんですけれども、まあ、ここはさすが高リターナー木下ですね、ひらりとかわして、はい、まあ、自分で自力で取りましたね、はい、今のヤードは自陣34ヤードからのオフェンスです。クォーターバックは石内が続投。さあどうか、ランプレーですが、あ、ほとんどゲインがありません。今日はよく頑張っています。パスでタッチダウン取られましたが、まだまだ集中力を高く維持している同社の守備です。まあ、開幕当初はちょっと怪我人も多くて苦労しました同社ですけれども、今ラインバッカーですね、はい、同社。そうですね、松岡、吉川、秋原という今日のスターター、ラインバッカー井上ですね、はい、井上も混ぜていますね。あ、クォーターバックのうちに市村が入ってキープになります。ブロッカーも使いながらですが、同志社も耐えました。あ、ただセカンドエフォートで、はい、ジムラ君が粘り勝ちしました ね、 そうですね。最初のところやったら5ヤード以内だったんですけどね、もうすでにファーストダウン獲得まで1ヤードに迫っています。まあ、千村も今シーズンリーグ2位のラッシングヤード、感覚の詐欺のに次いで145ヤード2タッチダウンという記録ですね。これは堂々たる数字。そうですね、2ランニングバックですね。さあこのファーストダウンは取っています。まだ、あーと余計にロスをしてしまいました同志社。8ヤード余計ですね。今度は22番ランニングバックの東条です。さあここで第1クォーターが終了という形になっています。7対0で第1クォーターを終えました。同志社大学対関西大学の一戦です。さあ茨城さん、はい、今のこの立ち上がりですね、最初の12分を終えたということになりました。まあ、一番は同社のディフェンス、ランディフェンスが本当によく頑張ってますね、はい、まあ、2本ほどあのタックルミスから余分なヤード与えてますけど、はい、それ以外はほぼ9大点与えてもいいんじゃないですか、うん。まあ、ただ一方で、関大の先発石内を中心にこうパッシングでは一発でタッチダウンを取るというシーンもありました。このあたり関西大学の印象としてはいかがでしたかね。まあ、あの満足しておられない違いますか。やっぱりベースのランプレーのがあの同志社のラインバッカーまでで止められてますんでね。まあ、ただあここはリーグを代表する守備ユニットになってますんでね、まあ、関大はほとんどまあ、ゲインを許さないという形になっています、
さあ敵陣に入ったところでの関西大学ファースト安定です。まあ、この辺りはどうしても第1クォーターと同じように基本のランを止めたいというシーンでしょう。そうですね。最初のプレーは2ヤードです。フルバックにも出しました、ね。はいはい、まあいいですよ。フルバックだいぶあそこで止めればね、はい、94番の安嶋俊之、美濃高校出身の2年生です。さあどうか。ランプレーですがよく粘ります。はい、レインが1ヤード2ヤードという形に抑えられています。よく閉じてますね本当に。まあ、松岡が動けていることはディフェンスラインが頑張っていることです。さあサーダンですね、この辺りで止められればこれ以上の失点を抑えたいところです。さあ石内のパスはどうか。はい、これは失敗。抜け出してはいましたがタイトエンド吉田、ちょっとボールが低かったですね。はい、もう空いてるのはずっと空いてました。関西大学は、まあ、定番としているような、ね。はい、タイトエンドへのミドルゾーンへのパスですね。ここですが、まあ、どうしてもパス想定してそれなりのカバー引いてましたからね。逆に今同社に必要なのはいいポジションでオフェンスにボールを渡してあげるということですね。はい、キッキングないしはディフェンスでなんかこうエクストラプレーが必要ですね。スナップ高いです。サーパントコントロールしました。さあこれは10ヤードを少し超えたあたり、13ヤードでのオフェンスという形になります。ハンターは3年生の横山が、まあ、キックしたということになりました。まあ、今日はなんとかしっかりと同志社大学もこの時間を使いながら、はいはい、攻守通じて、まあ、寛大に肉薄していきたいなという話コーチ陣から聞こえましたけれども、まあ、今のところ守備が奮闘してますんでね、はい、なんとか一本差まで、食い下がっています。またフィールドポジション変えるためにもね、ここで何らかの 何回かのファーストは絶対必要だと思います、ね。スランプレーで入ります。ただ最初のランはやはりあまり寛大の守備の前に進むことができません。少しこうロスしているというのが目立つんですが、はい、まあ、なんとかこれを 2,3 ヤードのゲインにしていきたいですよ ね、はい、ラインバッカーに拾わせたいんですけどね、はい、最低でもね。こうなると長い距離がサードダウンで残ってしまいます。うん、ここもゲインは1ヤードぐらい。さあここでサードダウン、こういう部分でパスも確実に通したいシーンですが、はい、まだ高谷君がディフェンスエンドに入りましたね。そうですね、先ほどもいいラッシュを見せました92番の高谷、今中央映っております。このあたりがどうプレーに影響するか。さあラッシュもかけようというところですが、縦に上がることはできません。かなり下がってのフォースダウンということになりました。どうしたこの辺りでのランプレー思うようにいきませんね。そうですね、まあ、どの辺をこう今後のプレーで改善したいでしょう。
いやもう私も思い浮かばないですやはりディフェンスエンド、はい、先ほどラッシュ受けてましたけれども、このあたりをしっかり、まあ、今のはそれを想定して の、はい、あのスピードオプションだと思うんですけどね。さあこれはリターンはできません。ただボール奪わない限りはまた同じとこからのオフェンスなんでしょう。そうですね、その状況での、はい、あのオフェンス、オフェンス、オフェンスのは本当にきつい思いますわ今の投手では、はい、どっかでターンオーバー作らなければならない思いますね。じゃあフィールドポジション変わる様子どうか、ね、反則で大きくバッタリするとか、はいはい、それからプレイミスでロスするとか。ちょうどハーフウェイラインでの、はい、まあ、攻撃が始まるというわけですが、もう敵陣からの攻撃ですからね。そうですね、はいはい、前半は常にフィールドポジションがいいという神田、よっと弾いて、うん、いいカットですね。いいカットですね、はい、浮き上がりました、まあ、ああいうところは石山ですか、はいはい、石山拓也の、まあ、カットという形になります。石内は今シーズン前節までに33回のパスで17回の成功、成功率は 51.5%、 インターセプト1つあるんですがタッチダウン2つ、パスレーティングは斉藤に次いで2位という数字です。まあ、パスといえば神田、この石打ちですね。そうですね、ここもパスでいきます。おっと、しかしあー、クォーターバックサック、これはビッグプレーになります。樋口ですね、ノーズガード、はい、はい、いいプレーです。うまく抜け出しました。プレーアクションを第1クォーターから出しているこの神田ですけれども、今よく抜け出しましたね、はい。マッチアップは中谷オフェンスラインですか、まあ、神田のオフェンスラインも非常に重力級なんですけどね、はい、ただサーダンロングです。16ヤードぐらいの形になっていますが、さあどうか、スクリーン、うん、膝をまだつかない、あーっとフラッグが飛んでいます、はい。今はどのような反則でしょう、ま、今のリプレイです。1人ラッシュもかかってここで、ああ この55番じゃないですか、はい、また止まってますからね。いらないでしょう、同社は。これでパント蹴らしたら、先ほどよりだいぶ頑張りましたよ。そうですね、はい、はい、むしろ下げさせてって言います。これはもうパントが決まっておりましたので、はい、反則は適用しません。うん、クォーターバックサック大きかったですね。大きいですね。神田はよく、いや本当にあの、はい、クォーターバックサックで、はい、粘られていますね、はい。まあ、これで悪いポジションからの応援するのはなくなるでしょう、はい。まあ、ここはしっかりとボールを確保して、はい、なんとかリターンを、はい、リターンはもうチャレンジすべきですよ、点取るために。さあパント浮き上がりました。これは外に切れていきそうです。ボールオンが自陣15ヤード。ただいいパントですね。そうですね、田中ですね、はい、パンター1番に変わっています。今年のディビジョンは本当にいいパンター多いですよ、みんな。そうですね、はい、龍谷大学の大倉、同社には米井がいます。そして近大の長手もいいですし、はい、神戸大学もいいですからね。神戸大学、そうですね、木下。立命館大学は1年生ですが、はい、キッカー兼任の宇治野という選手もいます。さあパスで入りました。ここは決まっています、うん、こういったパスは神大相手でも有効でしょうか、はい。また榎本へのパスです。
榎本は今日で3回目の通算キャッチになります。今シーズン今日の試合で2つ目ですか。そうですね、はい。さあその榎本が右サイドに走ってセカンダーです。ランプレーでいきますがちょっとこれはもったいない。1ヤード下がっています。セカンダーショートでちょっともったい、ね、はい、ロスヤードですね、はい、やったら今のフェイクで投げ取った方がええになりますね。1ヤードでもゲインしてたらね、はい、サードアンホントショートになりますんで。はい、ツーバックアイで入りますね。サーダンコンバージョン、これはどうか。倒されますね。さっきと違うのはもうタックルが押し込まれてますからね、はい、フルバックが回り込む穴なかったですね。同じプレーだったんですけど。サーダンコンバージョンは 22% にとどまっている同志社大学。今日もあまり、そうですね、ここはファーストに取っとくんと取っとくのえらい違いないですからね、はい、あまり前進できませんでパントです。また同じとこから始められますんでね。そうですね、リターナーももうほぼハーフウェイ、こちらにセットしています。さあパント、これはよく伸びましたね。滞空時間は良かったですね。さあ外に持ち出しています。45ヤードですね。関西大学は敵陣からのスタートということに、また相なります。まあ、さっきと同じようにディフェンスは頑張り続けるしかないでしょうし、はい、さあ関西大学はまた石打ちで行くようです、はい。まあ、昨年もシーズン序盤はこの石内がスターターで岸村が控えに回っているという状況でしたが、さあ今シーズンは年間通してね、どういった組み立てクォーターバッキングを計画されるのかという形です。5ヤードぐらいのパスをヒットさせました。まあ、ここまでタッチダウンパスからは成功がなかったこの石内でしたからね。石内がアウトしましたね。そうですね、ワイルドキャットですか。クォーターバックの姿はこのハドルでは見られません。まあ、千村がワイルドキャットということも機会としては多いこの関西大学。まあ、やっぱりワイルドキャットにしたらアンダーでフロント増やしてます ね、 ね、同志社も。はい、QB。 さあここはただ同志社大学もよく対応しました。先ほどはまずまず、まあ、個人技もあって走られた千村のランでしたが、はい、また井上ですか。はい、今回はノーゲインに抑えています。サーダウンで残り6ヤードから7ヤード。井上も小さいですけど、はい、本当にヒットは強いですからね、はい。ただパスを投げて競り合いどうか。パス取っています。あ、パス成功で一気に敵陣10ヤード以内。今のブリッツだったんですけどね、2年生原田のキャッチです。マンツーマンでこうコーナーに隅に落とすパスはさすが石打ちといったところでしょうかね、はい、落ち着いてましたね、はい、タッチダウンの時と同様にアウトサイドがもうちょっと早く、はい、あのプレッシャーかけなければ、はい、行くんは行ってたんですけどね。さあ一気に敵陣深くまで得点のチャンスになりました。真ん中のラン、
さあ次はランニングバックをこう東条に変えてますね、まあ、ああさあこのプレーはまた中央止まってますね、はい、関西大学も2プレー真ん中真ん中、はい、連続で出しましたね、まあはい、ボックスの人数多いですから、はいはい、どうしたらこのプレーは今日はずっとアジャストできてますよ、2ランニングバックに対しては。そうですね、まだまだ平均で言えば 1,2 ヤードにとどめている状況ですもんね、はい、これも2バックですね、はい、さあセットバックです、パスを投げて、これはパスよく防ぎました。サーダウンの攻撃も不発に終わっています関西大学です。まあ、ここで最後パスでしたね、はい、セーフティーよく見てましたね、はい、まあ、同社大学セーフティー、はい、今のは福澤ですか、32番あ中村ですか、はい、32番は中村です。中村ですね、良かったですね、いい反応を見せてフィードゴールトライになりました。おっと、あポストに当たってしまって、これは失敗に終わっています。松田でしたけれども、松田君にしたら珍しいですね。そうですね、今シーズンはもう早くも4回中4回の成功という、今 100% だったんです、ね、そうなんですね、最長41ヤードだったんですが、この短い距離、まあ、20ヤードぐらいの距離を失敗しています。同社大学としては、まあ、攻撃にもリズム作りやすいと思いますね。そうですね、まあ、これで前半ワンポジションで終われる可能性が高くなってきたわけですからね、はい、ここはランでいきますが、倒れてロスヤードです。どうしようパンと蹴らされたくないんですけどね、あこれはターンオーバーですか。そうですね、今ファンブルがあったようですね、押し戻されたのは押し戻されたんですけど、まあ、これはディフェンスもっぺん頑張らないとダメですね。そうですね、はい、一気にターンオーバーという形になりました。ちょっとこの位置での攻守交代はどうしたら避けたいんですけれどもね、まあ、やはり強豪と戦う上で避けたいのがこういった大きなミスですかね、はい、そうですね、それともう自陣奥踏まったところでの逆ターンオーバーですね、はいはい、これは止まるでしょう。ランプレーですが、あしかしスルスルっと抜けました20番の千村です。ホールディング、あ反則です。さあファーストダウンを繰り返して10ヤードバッタイが適用されます関西大学、まあ、よく走ったんですけれども、この流れの試合でもしか、勝機見出すとすればこれ逆のことをしなければならないですね。そうですね、同社のディエンスがビッグプレーを起こすべき部分だったんですが、まあ、かえってね、苦しい位置でのファンブルロストという形になりました。ただ守備陣は今日よく頑張っています。1分17秒ですから、はいはい、できるだけフィールドゴールレンジから遠のけるべきなんですよね。そうですね、まあ、ハーフタイムというものがありますから後半へのスタートの仕方大きく変わってきそうな部分ですが、はい、動きましたね。19番ですね、はい、反則です。イエローフラッグが飛び出しています。ターンオーバーがあったんですが反則反則でかえって下がっていってますね。さあここはパスを選択、一
人漏れていますが、このパスはどうか、はい、また中央への、まあ、タイトエンドを使ったパスでした。さっきと同じじゃないですかね。そうですね、はい、ただ少し、はい、合っていません。もう少しだけ早く投げるべきでしょうね。今度あの入り込んだ時にちょうどキャッチングポイントできるんですけど、はい、ちょうど狙ってるところはいいんですけど、はい、セーフティーあたりディフェンスバックが届かない真ん中のゾーンですね、はい、まあ、どうしてもカバー重視のディフェンスもさっきのプレーからしてますからね。ここで神大がタイムアウト、まあ、残りが1分を切りそうなあたりに入りましたんでね。さあ同志社大学としては残りどう守りましょう。今は、まあ、自陣の30ヤードですけれども、はい、まあ、ファーストの更新よりは、はい、とにかくあと2プレーで20ヤードラインにできるだけ近づきたいようなコールするんじゃないですか、はい、奥のパスはないと思います。さっき失敗してるだけに関西大学が蹴って終わりたいでしょ。この子最後の守備。さあ残り時間1分10秒です。ロシアは3面で構えて、はい、まあ、そうですね、どういう組み立てをするでありましょうか、はい、あ、石間が越えた。さあ短いパス、ゲインは5ヤードほどというところでしょう、はい、動いてますね、これでいいんですよ、同志社、はい、さあ時計が流れていきますね、はい、まあ、あの、はい、フィールドゴールの時間だけ残したらいいわけですからね。なるほど、はい、さあ残りが30秒を切ろうというところです。フィードゴールレンジにはおそらく入っているでしょうが、まあ、スナップ前にホイッスルです。前半2回目の寛大タイムアウトです、うん、ちょっと、まあ、何か相手の布陣を見てのタイムアウトでしょうか。まあ、そこは板井さんがプレーに納得いかなかったか、うん、はい、すぐさまタイムアウトを入れました。残り時間が31秒。ターンオーバーからチャンスを作った関西大学、前半最終盤の攻防ということになります。まあ、ここでも松田君が入る表のコールか、はい、はい、20ヤードに近づけたい思うか、そのどちらかのチョイスだったんですよね。さあここはパスを投げない、前進する、最小限の前進にとどめています、はい、同志社大学。ほんで時計回してタイムアウトでしょう、はい、まあ、同志社としてもここをよくしのぎましたね。頑張りましたね、はい、ディエンス、はい、反則もありましたけれども、はい、結局最初の攻撃位置から寛大は前に出られませんでしたね、はい、さあ残り4秒でタイムアウトということになりますね。いや、よく頑張ってますよ、はい、そうですね、はい、ほとんどランはゲインできていないことでしょう。もう最初から、ね、3点は やむを得ないところでのターンオーバーだったんですから、そうですね、はい、よく粘り切りました、まあ、あとはフィードゴールを寛大は狙いますが、距離にして36ヤードですね、失礼、37ヤード。キッカーは誰になるんでしょう。23番ですか、はい、また松田ですね。先ほどは、フィードゴールを外してしまいましたが、今度はハッシュライト、どうしてか取ったんですか、はい、
これは2回タイムアウトがまだ残っています。入念に相手にプレッシャーを与えようというコールですね、はい、もうそれだけの目的ですでね。まあ、そう思うとキッカーというのもかなり緊張する場面ですね。そうですね、はい、先ほど短い距離を失敗しているだけに松田ここはなんとかそのミスを挽回したいところですが、まあはい、後半にどんだけ、ね、モチベーションが変わるかいう大事なキックですから、はい、彼もそれはよく分かってるでしょうね。さあ残り4秒キックとともに試合を終えようと、第2クォーターを締めようという寛大です。フィードゴール36ヤードどうか、弾道鮮やか、うまく蹴り込んだように見えます。フィードゴール成功。このキックとともに第2クォーター終了という運びになりました。関西大学対同志社大学の一戦です。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第3節です。シーズンも早くも折り返しに近づこうという中盤戦に入っています。関西大学2連勝、神戸大学1勝1敗でともにこの3節目を迎えました。直接のバトルになりましたが10対0ということで最後3点を追加した関大がリードを作っています。ただ茨城さん、はい、同志社大学の守備というのが、まあ、一番ね強豪関大オフェンスによく迫っているように見えるんですが、はい、本当にあのランディエンスはよく耐えてると思いますわ、はい、はい、あの恥ずかしくない勝負してると思いますね。やはりラインバッカーがスクリメージラインあたりで止めていると、はい、あの松岡吉川それとあの第2クォーターは目立ったんですけど、はい、アウトサイドラインバッカーの井上、あのちっこいラインバッカーなんですけど彼らがよくランプレーに絡んでるいうのはいい景色ですね。ディフェンスから取ったら、開幕2戦はちょっと苦労する部分もありましたが、今日はよく前半を戦い抜きましたディフェンスチームです。対する関西大学は前半ご覧になっていかがでしたかね。まあ、あのいつも通り言うんですか、石村君と木下君の超ロングで先制点取って、はい、またあの前節と同じような流れになるんかなと思った途端やっぱりあの確かにランプレーに固執された部分もあるんですけど、オーソドックスなランを結構プレーコール多かったんで、はい、逆にそれを同志が止め切ったからこのロースコアになってると思いますね、うん、そうですね、はい、まあ、1つターンオーバーがあって3点はさらに追加点で許しはしましたが、まだまだ実態でちょっと関西大学もオフェンスは消化不良だなという考えでしょうかね、はい、まあ、あとは、まあ、あの前半見られて要はスプレッドの時の同志社のディフェンスとあのツーランニングバックを置いたあのオフェンスの時との同志社、ね、の体型が、まあ、ある程度もうインプットされてると思いますんで、その裏返しのコールは絶対にされると思いますね、うん、そうですね。さあどういった形になるのか、まだまだ同志社もね、はい、粘っていけば勝機は十分にあると思いますけれども、まあ、あと明るい材料は、はい、あのワイルドキャットの時も同志社いい景色で止められてましたんでね、はいはい、さあ現在ハーフタイムが行われて、おります。オージスタジアムです。関西学生アメリカンフットボールリーグフラッシュボールシリーズ2014です。同志社大学対関西大学10対0で試合折り返し、第3クォーターのキックオフが待たれるところです。シーズン中に、変わっていかないと僕らは日本一にならないっていうのが、まあ、もう分かってることなんですけど、それを前提に置いてたらやっぱり近代戦より今日の試合が変わってたかって言われるとやっぱりあんまり変わってないかなと思うんで、もっと劇的にチーム的に変わらないと日本一になれないなと思いました。同志社戦なんですけど、まあ、日本一に向けて、初戦の近代戦よりも
今日の龍谷戦よりももっと変わったチームを見せたいなと思います。まあ、あまりフットボールが、ね、できなかったので難しいですけどね。反則もね、避けられる反則もあったし、まあ、プレーの完成度も全部低いのでね、その辺をしっかり直したいと思います。次節への意気込みをお願いします。はい、シーズン通じて成長していかないと、まあ、なかなかね、日本一は難しいと思いますので、ちょっとずつでも、しっかり成長していけるように頑張りたいと思います。そうですね、やっぱり自分たちのミスから失点につながるっていうのが多かった でやっぱり結果がこの得点差が全てかなというふうに思っています。オフェンスとディフェンスそれぞれの課題と収穫を教えてください。そうですね、やっぱり最初のキックオフから、こっちの流れになるところでやっぱり相手にボールを渡してしまってタッチダウン取られるという形だったので、まずそこの甘さ、爪の甘さというのがやっぱオフェンスには見られたかなと。でやっぱりディフェンスも止めるところをしっかり止めれてなかったので、やっぱりそこをしっかり直していかないと次の関大戦にしっかり僕らの力を出せないのかなというふうに思っています。そうですね、関大戦に向けてやっぱりまず今回の試合を通して出た反省点をしっかり全員で直して、でさらにパワーアップした状態で関大に向けてしっかり戦いに行きたいと思っています。いや、 やっぱり立命さんは前評判通り強かっただと思います。まあ、ただ2戦目で、前回は初めてというか久々にディビジョン1に帰ってきて関学さん相手に、ちょっと浮き足立ってたり不安がたくさんあったんですが、まあ、今回は落ち着いて自分たちがやろうと思ってたことはある程度はできたのは収穫かなというふうに思っています。いや、もう相変わらず関大のディフェンスはフロントからラインバッカーから強いので、まあ、まあどうしようかなという感じですけども、まあ、時間をコントロールしながら、要所要所ディフェンスが抑えながらいいポジションで、積極的に点を取りたいなというような感じで、まあ、ロースコアに持っていけたら少しはうちにもそういう目があるのかなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。絶対圧倒して勝ちに行きます。もうやってきたことを出せるかっていうのは勝負になると思います。パスを投げる、決まった。パスは成功、タッチダウン。往年のこの体型からいきなりクォーターバックサック。いやー、ビッグプレー、守備陣日大。距離は十分、鮮やかに決めて3点先制は感覚です。ただそのまま行きました、タッチダウン。タッチダウンですね。ここはキープ、1ヤード取りたい。バースタン更新です。取りましたね。いいファイトを見せました。3点を返しました日大です。15ヤードバッターです。1ヤードフィードゴールトライ、破りました、ゴールポスト。さあどうか、この1年生高橋、ファーストダウンを取ります。ああ取りましたね。タッチダウンパスを決められるか。パスを投げる、タッチダウン、今日2つ目。サーラントプレー、この2戦間やってきた、決めるか、はい、チーム全員でやってきたプレーです。パスを投げる、決まった。パスは成功、タッチダウン。執念を見せましたね。そうですね、日大の執念。
関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第3節の模様をお届けしております。同志社大学対関西大学です。第3節最後の取り組みということになりました。それでは解説の茨城さんとともにスタッツ前半戦見ていきたいと思います。まあ、ご覧のように、まあ、実態例というところでまだまだ同社が関大に食い下がっているというところ、まあ、ただ攻撃は100ヤード近く関大が、まあ、上になってますね。はい、このあたりはどうご覧になりますかね。まあ、本当に同社の守備が大健闘、そうですね、だと言いますけど、はいはい、勝負にこだわるんであればプラスアルファで守備が得点機会を増やしてやるようなアグレッシブな守備を、はい、第3クォーターに見せてやれるのがもう一つのポイントになると思います。そうですね。まあ、あと関西大学のランの方が従来よりも劣ってると思いますので、はい、この辺 の, アサインメントが悪いかプレーの質を変えるか、はい、この辺をハーフタイムで絶対にアジャストしてこられると思いますので、うん、ファーストダウンも、はい、ファーストダウンの数がね、はい、同社2つ関大3つですから、はい、継続性としては、まあ、検討しているのかなと思うんですが、はい、まあですんでリード云々よりはここから後半の立て直しが第4節につながるというような考え方で、はい、関西大学さん関西大学さんで真剣にプレーの組み立てを構築されると思いますので、逆にそれに対しても同社の守備は耐えなければならないですよね。まあ、同社はリターンからですから、はいはい、いいポジションから始めたいですね。さあ、リターンが同社大学です。画面右から左に攻める紫のユニフォームです。対する関西大学は、まあ、キッキング、まあ、こちらも精度としては高いチームですんでね、はい、そんな楽なとこには落としてこないですからね、はい、あえて、ね、狙って橋と何バイヤードの辺に絶えず落とされますから、うん、はい、なかなかロングリターンしにくいキックです。はい、キッカーは松田のようですね。松田君ですね。さあ、キッキング、わ、長く、はい、距離出ました。リターンします、はい、さあ、どこまで返せるでしょう。10ヤード、15ヤードです、うん、今回は見送らずに、まあ、リターンしましたね、はい、まあ、あれはあれでいいと思うんですよね、はい、本当にミスキックってないですよ、キックオフでの。だいたいあのポイントに、はいはい、寛大のキックに落ちてますね、はい。さあ、ショットガンに構えるこの坂から、アイバックに戻しましたね。はい、そうですね、はい、アイフォーメーションに変わります。さあ、ここはフルバックにハンドオフですが、はい、そのままズルズルいきます。まあ、よく押しましたね。ああ、そうですね、はい、5ヤードぐらいのゲインになっています。はい、同志社大学は崖ですね、フルバック崖ですね、はい、Dラインから転向した方ですわ。まあ、さらにオフェンスラインもね、そのままなんとか押し込んで、はい、ラグビーでいうモールですね、うん、5ヤードぐらいは取りました。まあ、ずっとアイフォーメーションから入りますね、はい、さあ、ランプレー中央つきますが、うん、あまり今回はもうテールのプレーになったらやっぱり閉じた後にしか来れないですね、入れないですね、はい、テールが。さあ、同志社大学は今シーズンはこの試合までにトータルで171ヤード、まあ、ちょっと強豪相手という組み合わせだったんですが、あまりゲインできないんですね。平均で 2.1 ヤード、はい、スプレッドの戻しましたね、はい。ここはパスを選択です。おっと、弾いてパス失敗に終わっています。うん、ここもダウン更新はできませんでした。はい、ファーストダウンのランは良かったんですけどね、はい、まあ、あれでこのファーストダウンつながるかなと思ってたんですけどね、はい、
今のはですけど決まってるパスですね、うん、21番の草深へのパスです。ただパス失敗でここはパントというシーンです。向かい風ですね。さあここはそのまま転がっていきます。あえて低めに蹴ったんですかね、上げずに。そうですね、まあ、風もありましたんでね、はい、鋭い弾道のパントを選択したんでしょうか。なんとか50ヤード付近までボールを返しています。まあ、寛大が どれぐらい変えてくるかですよね、組み立てを。そうですね、寛大大体ずっとこの辺のポジションからですよ、オフェンスの開始が、はい、ずっといいポジションからですけどね。クォーターバックは岸村に変わりましたね、はい、前半後半での使い分けということになりそうです。この岸村ですけれども、まあ、キープでもスクランブルでも非常にいい足を持っています。さあ木下へのパスですが、レインは3ヤードぐらい。まあ、岸村もパス自体は8分の3、37.5% という成功率、はい、ちょっと、まあ、まだまだ本調子じゃないと思いますが、前節は、ね、結構いいとこに投げて決まるかなというパスあったんですけどね、はい、あのレシーバーのドロップさえなければ。さあ3ヤード進みました、セカンダウンです。あ、またここは岸村ですね、はい、パスを投げます。さあパス成功で、うん、ファーストダウンはこれで獲得しています、はい、ちょっとこう岸村にパスを投げさせるとい いう意図はありますね、はい、そうですね、走る前にね、はい、タイトエンド田中にパスが通りました。ちょっと攻撃の組み合わせも、はい、シェアしてきてますね、そうですね、はい、まあ、ファーストプレーがヒッチスクリーンやったですからね、レシーバー、うん、そうですね。ここはまだまだ得点力を増していきたいというコーチ陣の意図あるんでしょうかね。これはスイングですかね、龍谷戦でも出してましたけど、はい、右にレシーバーを多く出しています。自身のキープになって、あーとちょっとすれ違い、キュービーキープです、はい、9ヤードぐらいのゲインになりました。前節の龍谷戦のプレーを餌にしての逆のプレーでしたね、まあ、人数の配分でできるんですけどね、あれは。キュービーカウンターですね。また岸村が持ってファーストダウン更新です。うん、ちょっと後半に入って寛大幸先良い攻撃ですね、はい、まあ、全然あの、はい、組み立てが異なってますんで。そうですね、はい、あの逆にはどうしたらですか、今波長が狂ってる状況ですから。うん、そうですね、はい、前半はかなり、まあ、ラインバッカーの奮闘もあってランストップしてましたが、タックルが遅れています。さあそろそろレッドゾーンが近づいてきていますが、パス成功、1対1、うん、一気に10ヤードぐらいは取ります。奥村君ですね、19番。そうですね、19番の奥村ですか、はい、最近彼も出番多いですね。そうですね、今日スターター登録の3年生10番をつけます森田も今シーズンから、はい、特に秋からですね、活躍している選手ですね。この2人は成長株と言えましょう。これはキープになって、あ、そのまま駆け抜けます、タッチダウンです。今日2本目のタッチダウンを関西大学決めました。んー、ちょっとこのドライブはどうした、あのあっさり、なすすべありませんでしたね。本当なすすべなかったですから、うん、ここはもうベンチですぐに修正すべきですね。これで16対0になりました。ちょっと寛大としては一安心の、まあ、そうですね、ドライブでしたかね、はい、ドライフォーポイントが今プレー行われます。千村が決めて17対0とリードを広げました関西大学です。まあ、この辺、まあ、プレーの色合い変えてきたというのはあるんですが、はい、
最も、まあ、同志社が苦労している部分というのは、まあ、あの岸村ですか。岸村君のランですよね。あのクォーターバックキープというところですか。クォーターバックキープで、はい、まあ、パスの石打ちに対してあの、はい、テールバックのある程度こうディフェンスの体感するスピードで入ってくるから8押さえは取れない。 QB のキープというのは時間がもう非常に幅ありますからね、それに合わせてディフェンダーもあのパスとかけなければなりませんから。だから中の人間が飛びすぎたら岸村君長がってますからね。はい、だからこの応援するのにたわるディフェンス大事ですわ。宿題持って帰ってますからね今。うん、まあ、オフェンスの考える時間、はいはい、サイドラインでの時間を、まあ、どうしたらディフェンス稼げるかというところですね。はい、ここはあまり、はい、あえて飛ばしませんでした。はい、逆にロシアラッキーですよ。そうですね、37ヤードぐらいまでボールを持ち込んでいます。はい、さあオフェンスチーム出ています。まあ、もちろんディフェンスは岸村君の応援するのもこの2週間きっちり練習してるはずですから、はいはい、その辺でどの辺がずれてるかいうのを今修正すべきですよね。スカウティングも大事になってくるこの同社のオフェンスですね。どういった寛大な穴をつくかです。パス、倒れ込みますが失敗です。関西大学 の、 このディフェンスバックの上がりというのも非常に鋭いですね。ですね、はい、この辺りは昨年からもあまり入れ替わりもないと思いますし、はい、でコーナーバック結構あのレシーバーに対しては負担のきついディフェンスですからね。セーフティーが前がかりになってますね。はい、ただよくここまではしっかり抑えていますね。はい、さあ中央のランを選択ですがゲインが1ヤードぐらいです。フルバックであそこでしたら本当に、うん、あのコールしても美味しくないんですよね。そうですね、はいはい、今そこで、まあ、オフェンスラインの西田が痛みましたね。まあ、同社のオフェンスラインも今日は、まあ、ランで時折、はい、いいドライブ足を返っていくというシーンが目立ちます、ね。まあ、上級生主体できてますんでね。はい、まあ、経験も積んできてディビジョン1、まあ、はい、大丈夫ですね、歩いてますから。まあ、やはりディフェンスラインの、まあ、当たりというのはディビジョン2とディビジョン1大きく違うものですかね。一番違いますね。それとあの、はい、1人は強い子いてても後が少し落ちるとかいうのが2なんですけど、1はやっぱり全員が揃ってますからね、ラインバッカーも含めて、はい、やはりヒットというところでは去年の、まあ、いやいやもう全然違いますよ。全く違うということですね。はい、同志社大学そういったところも、まあ、日々収穫になると思いますが、さあ第3節関大戦オフェンス前進を続けたいところです。さあ断点ロールアウトします。ロールアウトしてこのパスは通りません。パス失敗。今今日の試合はこうロールアウトしながらという機会が初めて見られましたね。はい、今のパスシーンはどうご覧になりますか。いやあの本当に、はい、もう少し伊坂谷には余裕あったと思いますわ。あのロールサイドのラインバッカーの被ってくるのがいつもより遅かったですから、関大のラインバッカーが、はいはい、よりはまだ、はい、龍谷戦はもっと削って上がってきてましたからね、はい、ラインバッカーが。ここはパントになります。さあこれはリターンをしに行きますが木下どうしても止めます。まずまずいい位置に抑え込んだでしょう。はい、さあここで奮闘したいところはディフェンスですね。ディフェンス同志社です。
まあ、この同志社大学も守備はまあ北村ですとかまあ、チョン・ユジンといったアスリートもね、はい要所で、まあ、はい、はい、揃えてきてるんですね。で、経験も豊富ですからね。そうですね、今シーズンは特にディビジョン1に上がったということを意識して、まあ、基礎的な部分、はい、走り込みを夏かなり例年以上にしたということです。さあパス成功です。パス決めていますけれども、まあグライドゲインですからね、はいはい、悪くないパスだと思いますけど、今日は、まあ、岸村キープもそうなんですが、はい、パスが目立ちますね。今のところインコンプリートないんちゃいますか、岸村。そうですね、ユンガもやっぱりボールダッシュを考えるべきでしょうね。上級生の DB は勝ちたければ。ここはランプレーです。はい、まだいいです。はい、そうですね、ランのディフェンスは安定しています。まあ、ベーシックなランは同社も、はい、まあ、よくスカウティングできるっていると思いますし、まあ、あとはフィード上の、ね、11人ですね、はい、ユニットでよく止めています。ディフェンスバックも最後集まってきて全員で止めています。サーダン勝負になりました。今シーズンはサーダン 36% の成功率ですが、これは失敗です。失敗でしたね、ちょっと岸村この試合は初めてのパスミスですが、どうでしょう、レシーバーですか。まあ、レシーバーですね。タイトエンド吉田へのパスです。さあ3アンドアウトに終わった神大、まあ、どうしたらよく、はい、対応しましたね。少しフィールドポジションよくできるでしょう。これで3アンドアウトですか。はい、1番の田中のパント伸びます。20ヤード、おっとボールこぼれて、あーっとリカバーできるか。どうした抑えていますが、あーこれは少しヒヤリとした場面、ボール少し悪くしましたね。ね、どうです、前に太陽ですかね。そうですね、日差しが、はい、あれ前に返すのと後ろに攻撃するのと全然違いますから、さっきのキックオフリターンと同じぐらいのポジションですね。いや、よく耐えたんですけれども、リターンで少しボール、こいつがありました。フェンスはここはランで入ります。んー、ちょっとランがまだ高い、下げられてますね、はい、ディフェンスラインという、はい、まあ、寛大のこう強みですかね。ここが生きています。どうした、今日のランのバリエーションというのはいかがですか。そうですね、カウンタープレーもやってないですね、まだ。そうですね、はい、まあ、結構フルバックのキャリーは軸になってると思うんですけど、あまり、はい、効果的じゃないですね。第3クォーターも早くも5分を切っています。残り時間、セカンドダウン10、ここはピッチ、さあ縦に上がりたい、スピンで粘りますが、長い距離を残してサードダウンです。酒井ですね、こちら1年生のランニングバックということで、はい、今季初スターターということになっています。まあ、それぞれに特徴のあるランニングバックを同志社大学は用していますね、はい、あとはエースの長野、そして、まあ、今シーズンはヤードを稼いでいる菅谷です。菅谷ですね、はい、この辺りが主軸になってくると思います。今日は菅谷出てないですね、出てないですね。さあパス奥を投げましたが、これはどうか、外、まあ、外肩狙ってるのはいいんですけど、ちょっとずれてますね、パッシングポイントが、はい、坂谷のパッシングは、まあ、特徴としては、茨城さんどの辺になりましょうか。
まあ、あのリリースは早いですし、あのいい球は投げれますけど、はい、そんなに距離は投げれないですね。まあ、聞くところによると、まあ、QB 道場ということで、はいはい、まあ、あの若いうちから、そうですね、はい、結構トレーニングは積んでるんですけど、主催の、まあ、新庄さんのもとで経験も積んだという話ですが、はい、さあパントはちょっと少しずつやっぱり悪くなってきてますから ね、はい、いうのは寛大のフィードポジションが少しずつ良くなってきてますから、バントも今回は左に切れてしまいまして、敵陣からの攻撃は寛大です。この関西大学も、まあ、守備がいいですからね、第3クォーター最初の攻撃もタッチダウンを奪っています。攻撃時間は同社の方が前半長いんですが、さあこのパスはいい形でヒットです。岸村のパスもさあ今年になってさらに安定感を増してきたかなと思うんですが、初めて決まりましたねこのパス、前半から3回目ですかここに投げてんの。87番ワイドレシーバー泉へのパス、タイトエンドにはちょっと石打ち通せなかったんですが、後半に入ってこのパスが通りました。一気に敵陣20ヤード以内ですね。岸村が決めて、さあここもパスキープに切り替えて、いや俊足を飛ばしてそのまま行きます。右サイドファーストダウンは更新したでしょう。ファーストダウン2ゴール、タッチダウンまでは残り4ヤードぐらいです。今日は岸村かなり好調ですね。好調ですね、本当に。それまではあまりランが出ない、あるいはパスの、まあ、ミスも目立ちながらという戦い方が今季あったんですが、今日はミスらしいミスもなくね、まあ、ファーストドライブがね、彼自身が走ってタッチダウンにつなげましたからね、はい、まあ、今あの、はい、気分よくクォーターバックしてると思いますね、はい、ゆとりもあります。さあタイムアウトで残り時間3分です。同社としてはここで一つ何か守備でいいところはワンプレー ね、はいはい、タックルで見せたいですね。このまま流れに勢いに乗ると寛大手強い攻撃力を持っています。ランのフェイクパスを投げて右隅空いています。パス成功、タッチダウン。後ろ耐えてるのが開きましたね、はい、最後はここはパスで取りました。関西大学23対0です。いや岸村のパスも今日いいですね、はい、今日一つミスがあっただけですかね、はい、それ以外は本当に落ち着いてショートからミドルこの辺りを中心に決めています。10ヤードをところから一気に取り切りました関西大学です。トライフォーポイント務める千村が決めて24対0です。同社大学はちょっと前半戦はタッチダウン1本で抑えていたんですが、はい、早くも後半に入って第3クォーターで2つ許しましたね。まあ、ここで切れずに、はい、あの前半できたことはやり続けるようにしてほしいですね、はい、粘っていましたけれども少し疲れも出てきたんでしょうか。まあ、守備からするとずっとこうフィードでタックルを浴びせます、はい、ブロックもね、常に食らうわけですから後半に入るとやはり疲れというところで鈍くなるんでしょうかね、まあ、どうでしょう。まあですけど、うん、はい、あ、やってきましたね、オフサイドですね、はい、さあどうかキッカーが抑えたか否かですが、うん、あ、寛大が取りましたね。オンサイドキック成功です。もうエアポケットでしたね、うん、ちょっと意表をつかれましたね。どうした、これはあの、はい、対立命館で優勝した年に、うん、大阪ドームでやったキックオフですよ。そうですね、2009年に
あのシーズン試合開始にあったでしょ。そうですね、はい、ここでちょっと面食らって、はい、と立命館大学もインターセプトミスなどがあって敗れたと、はい、そのシーズンは関大昨年5位でしたかね、はい、そのあたりからのそうですジャンプアップ、はい、61年ぶりの優勝という形になりました。これは関大24点リードで何か意図としては、いや、オフェンスのプレスを増やしたいんでしょうね、はい、さあどうか、あっと、岸村がボールを持っています。パスを投げてフリーになりました。千村にパス成功。そのまま右サイドスピードを生かしていくエンドゾーンタッチダウン、一気に決めました。ディエンセンドがプレーやめたからです。うん、55番が、はいはい、ちょっと足を止めるとやはりこうなってしまいますね、はい、当たり前のことですけどね、プレーを諦めてはいけませんが、タッチダウン、いや今ここでスペシャルプレーですか、まあ決まったからでしょうね、ターンオーバーの後と一緒のような状況ですから、またイラン7点ですね。大台30点に乗せてきました。31対3、これはまあ得点力、そしてプレースを増やしたいという思いでの、あのオンサイドキックだったと思いますが、はい、どうですかこの前節の、あとはファックルさせたのがあるんじゃないですか、はい、今日のお前らは出来が良くないというのを知らせるための、はい、ね、ジャッジかも分かりません、はい、前半のランプレーはちょっと苦しかったですからね、はい、ただ今のタッチダウンは消せないですね。ディフェンス十分キュービーサックでき、パサーに対してプレッシャーかけることできましたから、はい、オンサイドキックを成功させた後の関西大学のキック、こうなるとどうしてもちょっとこう揺れる部分もあるんですかね、はい、けどもう、はい、蹴ってくる思ってチャレンジすべきでしょ、リターナーがね、うん、はいはい、おっとここもまたオンサイドキック、どうか、ダイレクトで取ったかどうかですが、これはどうしたボールでしょう、まあ、外に、はい、出ますね。逆に喜ぶべきですよ、うん、はい、ね、今度はチャンスなんですから、オンサイドキックは、まあ、反則ということになりました。同志社大学は非常にいい位置からのオフェンスになりますね。これはもう得点のチャンスをもらったと思うべきですよね、はい、同志社が。攻撃位置は48ヤード、はい、敵陣からのオフェンスです、同志社大学で5ヤードバックでしょう、はい、さらに5ヤード下がりますので、同志社としては前進、43ヤードボールオンです。攻撃獲得ヤード前半は28ヤードにとどまっているんですよね、はい、このあたり平均は2ヤード以内に押し込まれていますので、同社としても攻撃陣は発奮しないといけませんね、はい、さあショットガンワイルドキャットで、さあ粘りますけれども、1ヤードぐらいにここまで打ちとどめられています、はい、なかなかこう5ヤード以上というシーンが、ね、今もギャップがないですからね、はい、あまりこう時間がかかりすぎますとディフェンスバックも上がってくるということで、はい、オープンサイド、まあ、今のでも大島君上がってきてましたから、このディフェンスライン相手にランを出すべきでしょうね、同志社はね。今ショットガンロールアウトします、ターゲット探すが、あーっとここはインターセプト、
ビッグプレーは関西大学にありました。今日2つ目のターンオーバーです。坂谷としてもちょっとここは投げ急ぎましたかね、はい、ダイレクトで守備に渡ってしまいましたね。もう一度見ましょう。高谷のラッシュも効いています。高谷がフリーで抜けましたね、はい、バックサイドは怖くないですが彼スピードあるから結構 気になるんですよね。クォーターバック、まあ、ギャップからのすっぽ抜け上げ線ですけどね高谷が、うん、なんで抜けてくるのか、ね、はい、また同じアイランドやりました、はい、ここで笛です。タイムアウト取ったんだ。同社大学が2つの島の人数を岸村君が見てるんですよね、うん、で、あのスイングのこっちサイドの方が薄かったらスイングに回したら流国みたいな原因できますし、うん、もちろん同社はそのプレー見て準備してるから、はい、スイングサイドに寄す、はい、あの手前のサイドに寄せたら今度岸村君のランの方が、はい、キープされた時に数が足らないようになると。そうですね、まあ、そういうところもこう柔軟な対応をどうしてしなくてはなりませんが、まあ、しかしディフェンスに求められるのは一番こういう部分ですかね、はい、ある程度の IQ は必要ですわ、はい、さあ3面ラッシュになります同社。今度はレシーバー右に2人振り返ってのパス、ここの上がりどうか。タックルのブロックが間に合いましたね、かろうじて、はい、右のタックルの25番原田がパスをキャッチしています。関西大学はだいたいこのスクリーン上手なんですよ、はい、そうですね、スクリーン特にあの板井さんが来られてからこのスクリーンは多くなりましたね。関大はこうです ね、これ手前にリードブロッカー1人、そして、まあ、もう1人ね、逆サイドからブロックに回ってきたオフェンスラインが1人、はい、55番の中谷ですね、はい、残り1分28秒ですが第3クォーターまた関大ボール。さあハンドフェイク、志村ロールアウトでパスは成功しています。今日はこのパスシチュエーションで奥村のキャッチというのが目立ちますね、はい、そうですね、まあ、今のでもこう、はい、志村が外へ流れた時にラインバッカーが1人絶対プレッシャーかけに、クルーンが来てないから、はいはい、きっちりあのレシーバーに走り込まれて決められるんですよ。そうですね、今シーズンはここまでの試合はレシーブの記録がない奥村だったんですが、はい、今日は、まあ、元気あふれるプレーを見せてくれています。敵陣30ヤードまで来ています。ランプレー、ここはどうした止めたいところですが、あーすり抜ける。今まで止まったプレーが止まらなくなってきてますから、うん、そうですね、今ね、まあ、これもパスを見せられてという部分でしょうか。まあ、今森本君ですね。そうですね、はい、まあ、どうしても地上戦主体のゲーム展開を今季は敷いていますが、もちろん関大はさらに優秀なランニングバックも用意しているのかなと、はい、いう今季の試合見ていて思う感想ですよね。そうですね、まあ、もともとランニングバックは伝統的にショベルパスですね。ショベルパス、ここはさらに手数を増やしてきました。まあ、関大も何と言いますか、こう後半に入ってベーシックなプレーより、はい、まあ、散らしてきてますね、はい、はい、手の込んだプレーも見せてくるようになりました。工夫が一手間二手間増えた印象があります後半の関大、まあ、シーズンまだまだ第3節、強豪立命、関大、関学といったゲームを控えているんですが、まあ、こういうところでしっかりゲインできるかという手応えというのは大事なんでしょうかね。はい、
まあ、だから オフェンスラインを育成するためのプレーコールのありますからね、基本的なプレー延々とやらすいの春の時期とか、はいはい、さあここで第3クォーターが終了という運びになりました。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1の激闘です。同志社大学対関西大学は現在第3クォーターを終えたというところ、ちょっとこの、クォーターは3つのタッチダウンを関大が奪っています。31対0とリードをさらに広げています。この第3クォーターだけ見るとちょっと関大が一方的ですね、はい、ワンサイドで試合を運んだのかなと思うんですが、まあ、きっかけとしてはどの辺になりましょうか。やはりプレーの幅ですか。あのファーストドライブでしょうね、うん、はい、あそこで岸丸君が何ら 迷わずに、はい、あのタッチダウンまでつなげたいうところが、あの感覚の応援、うん、あの寛大の応援自体を全員リラックスさせてしまいましたね。 リラックスはリフレッシュでしょうね、うん、やはりクォーターバック変わると攻撃のプレー全体が、え、まあ、はい、もちろん変わりますんでね、はい、特に寛大の場合は様変わりした部分あると思います。その逆もあるんが応援性ですね、悪くするのも。さあランプレーです。これは出ました。後半に入ってランもしっかりとゲインするようになった関大、もう一気にタッチダウンまで1ヤードぐらいですね。東条勇樹のランです。東条勇樹は今シーズン39ヤード走っております。平均 2.3 ヤードまあ、ちょっとこのランプレーというのも今季関大は、まあ、神戸大ですとかそのあたり苦労しましたからね、してましたからね、のびのびと自信のつくそういったプレーを展開したいところ、まあ、この辺見る限りはね、はい、ベーシックなプレーが同じ止め方できてますから、うん、はい、同志社大学もレッドゾーンディフェンス、はい、意地を見せる部分ですよね。タイムアウトですね、はい、このポイントでタイムアウトを入れました。同じような止められ方してないからでしょうね、やっぱりタッチダウンあの取らなければならないいう、はい、意識を持たすため違いますかね、セカンドダウンで次に繋がらないですからね、はい、ここでフィードゴール蹴ってても残りが1ヤードぐらいで、まあ、このプレーで、まあ、取ってこいと、はい、逆に同志社はね、はい、もうあっさりとはタッチダウンやらないいう、はい、準備は必要でしょうね、はい、そうですね、まあ、少なくとも、はい、フィードゴールという意識、残り2プレー期待したいところです。まあ、こういったゴール前の付近では前半よく、さっきはプレーアクションからね、プレーアクションやられたんですけどね、はい、さあどうか、はい、この攻防ダイブしますが止めましたね、止めましたね、1ヤード以内ではあると思いますが、サーダン勝負になりました。中央中央で立て続けに攻め込んでくる関大に対して同志社も全員ディフェンスでよく守っています。まあ、はい、メンバーコートないですか、もう一遍2対10と2ランニングバックですね、はい、まあ、さっき2プレー入れてたと思いますんでタイムアウトでサーダン2ゴール、はい、さあどうか、ここはダイブそのまま飛び込みました。エンドゾーン割ってタッチダウン、少しここは関大の維持ですね、まあ、維持、はい、維持ですね、こちら勝りましたね、はい、37対0という形に変わっています。同志社大学はここは防ぎきれませんでした。関大としてはこのゲームにすればいい形でこう後半タッチダウン量産できてますね、はい、はい、すでに4つ目です。
前半も含めると説明も38対0というスコアになります。同志社はやはり攻撃が淡白に終わっているのが、はい、まあ、それと第3クオーターの立ち上がりのオンサイドからのシリーズと、はい、うん、であのフリーフリッカーからのタッチダウンパスですか、まあですけど第4クオーターもう一遍ライン勝負挑む気持ちで、はい、ディフェンスは気持ち入れ替えて、はい、もう絶対に点やらない気持ちでグラウンドに立ってほしいですね。10分35秒という時間が残されています、はい、同志社大学。さあ寛大のキックもどうするでしょうか。ここまで2本続けてのオンサイドです。はい、通常のキックになります。ど真ん中蹴りますね。はい、5ヤードぐらいから。さあここは右に左に振って粘っています。おっとボールこぼれましたが寛大抑えてますか。あーターンオーバーですね。ここは同志社大学ファンブルロスト。よく頑張ったんですけどね、リターナーの子は、はい、いや同志社大学はリターナーディフェンスバックの松本が返していたんですが、はい、どうですか、ボールをかき出されたんですよね。今もう一度見ましょうか、ね、ここからは頑張って、あ、ここですね、まあ、立ち上がってる時に、はい、もうターンオーバー起きましたね。ピックされましたね。ファンブルフォースは6番の大滝ですね。長岡高校出身の3年生ラインバッカーでの登録ですけれども、あ、そしてクォーターバックまた変わりました、岡口です。3番手クォーターバック左利きの選手です。そうですね、パスを投げて奥は空いていましたがちょっと上ずりました。岡口君も今年の春は出番多かったですからね、はい、そうですね、あの彼らがユニバーシアで行ってましたから、そうですね、はい、石村石内が不在の中、関大は春、はい、2人いなかったですからね。そうですね、2年生ということですから、まあ、今後寛大を背負っていく選手と言えそうです。ランニングバックは森本君ですね、はい、さあまた振り返ってのパス、これはおっと、取りたかったところでしょうが、落としましたね。パスドロップということになりますでしょうか。サーダウンです。岡口も走ることもできますし、はい、パスも、まあ、落ち着いてますよね、まあ、バランスは取れてましたね。そうですね、はい、もうずっと高校の時から神田一高からパスでランでチームを率いたという選手です。まあ、関西大学の、まあ、付属、まあ、神田一高ですけれども、はい、非常に近年力つけてきましたね、はい、この秋も強いですよ、キュービーサックですね、はい、ただここはクォーターバックサック、久々にアグレッシブなディフェンスラインの姿が見えました石山です。こういうプレー、ワンプレーで一気に流れが変わりますね、はい、これでフィールドゴールレンジもないですからね。そうですね、これはビッグプレーでした。ちょっと石、この辺はちょっとボールを持ちすぎましたでしょうか。岡口です。さあパント、ここはなんとか無失点で切り抜けました寛大です。さあコントロールパント、あー同志社見送りました。ボールがネットになって、まあ、自陣の8ヤードからのオフェンスという格好の同志社大学です。陣地が悪いですと、まあ、あのオフェンスはさらに悪くなりますね、はい、やっぱりプレー絞られますからね、うん、そうですね。じゃフロント変わってますからね、うん、変わ
変わってますね。ここはこう、はい、ビルバック、さあ3ヤードぐらいのゲイン、ここから、まあ、同社は攻撃ですね、少しでも前に出るためには、はい、そういった部分第4クォーター心がけたいですかね。いやもう前半と同じランプレーコールすべきですよ、あの今のメンバーやったら今日照らわずという、はい、はい、そうですね、はい、このゲインは有効ですね、有効です、はい、5ヤードぐらい進みましたね、はい、いやもうタックルへこんでますからね、うん、いやディフェンスエンドへこんでますからね、はい、あちょっとタイミング遅いですね、うん、今先ほど、まあ、タイミング遅いという話ありましたが、なんか今なんかスナップからの動きが全然、はい、一致 してなかったですから、ということは神大のディフェンスもしっかり間に合ってくるということですね、はい、ノーゲインに終わっています。さあランペピッチしますが、ここも届きませんですね、はい、ちょっと後半に入ってダウン更新というのも見られなくなってきましたね。あ今のシリーズ打者が取っておいてほしかったですかね、はい、ただ今ボールキャリーは8番の長野ですね。あ長野持ちました、そうですね、はい、この秋 初ですね、うん、そうですね、彼はまあエースということで地上戦主力で活躍していましたが、第1節第2節と出番が見られませんでした。その長野のランで稼ごうというところでしたが、どうしたここもパント、神大はここも敵陣からのオフェンスです。ほぼフィードゴールレンジが目前ということですから、ちょっともうスリーアンドアウト以外ないですね。そうですね、はい、気分としてはやはりオフェンス今日は気持ちよくプレーできているんじゃないでしょうか、はい、前半こそラン止められてもどかしい時間もあったと思いますが、後半に入ってさすがという試合運びを見せています。うん、29番のクォーターバック大内1年生 QB も出してきています、はい、さあどうか、ここはパス落ち着いたタッチ、いいパスです。9番のレシーバー、あ、失礼、ランニングバックの吉川ですか、ボールをキャッチしています。この大内も岡口に次いで試合に出ておりました春のシーズン、今年秋は初めてです、はい、美濃自由学園高校出身、ね、はい、今年はこの美濃自由学園の1年生がね、非常にいい選手が揃っている、はい、もう感覚にもたくさんいてます。そうですね、感覚で早くもスターターという選手も多く見られます。これはパスがワンバウンド、パス失敗、レシーバー陣パス落球というシーンでした。この辺はやはりまだ神大としての課題点、まあ、レシーバーも若い子出てますからね、はい、セカンドの点です。ドロープレー真ん中飛び込んで、まずまず進みますけれども、森本君ですね、はい、サーダウンで5、6ヤードは残っています。47番の森本、まあ、足をかいて、まあ、神大のランニングバックらしい、そうですね、倒れないランナーですね、はい、スピードもしっかりですが、さあ大内ロールアウト、パスを投げて
さあこれはしかしパスは落としています、はい、ボール悪かったですね、うん、そうですね、まあ、まだまだここは発展途上というクォーターバックでしょう。このクォーターで残り時間5分34秒です。さあフォースダウンですが、ここはフィードゴールですね。短い距離一度今日外していますが、3回目のトライ、キッカーは千村のようです。あ、ちょっとボール悪かったですね。これはホルダーよく置きましたね、はい、決まりました。フィードゴール成功という関西大学3点追加、41対0です。ボールポジションが一貫戦どうしても悪いですから、まあ、よく守ってはいたんですけれどもね。ただこのシチュエーションは結局3失点ということになります。このドライブクォーターバック変わっていましたが、寛大のプレー展開どういった印象を受けますかね。まあ、もう本当にあの教育機会と考えて、うん、もうまあ、そんなにあのプレーコールにこだわらずに彼のパフォーマンスを、はい、あの見ておられたに違いますか、うん、後半はパンとなくしっかりと攻め込んでいる関西大学、まあ、攻め切っている、点を取り切っているというドライブが目立ちます。どうしても反撃といきたいところ。さあどうか、タックルで倒れまいません。今リターナーが35番で、ここは32番ですね、失礼、32番の中村ですか。まあ、一発リターンというのも出したいところではあるんでしょうけれどもね。さすがはいいカバーを見せている寛大。フロントはまだ元へ戻しましたね。ノーズガードだけは1年生ですね。さあフルバックにハンドオフ、ゲインは2ヤード。なんとかダウン更新2回3回と続けたいところでしょうけれどもね。オフェンスラインとの攻防、後続までちょっとブロックしきれてないそうですね、というところですかね、はい、ラインバッカーが間に合ってきています。ちょっとフォールも厳しいのかなという印象ですが、残りが5分を切りました第4クォーターです。セカンドダウン7、同志社大学の攻撃が続きます。ランプレー、スルスルと抜けて、あ、これはよく頑張っています。まだ行く、まあ東条君か、そうですね、はい、タックルミスですね。一発振り切ればしっかりとファーストダウン更新まで結びつけました同志社大学。35番菅谷ですね、ここで出てきましたか。この菅谷も同志社のまあエースと長野と並んでイランを見せています。今シーズンは出番のなかった長野と穴を埋める50ヤード、まあ、このランラッシングを見せています。ファースト3点ランプレー、ここも出していこうというところ。あ、ここは長野ですね、長野ですね、はい、何かこうエース格もランニングバック出してきたのかなと思うんですが、少し足を惜しんでいたのかなと思いますけれども、ね、走れてますね、はい、そうですね、特に大きな、まあ、痛みと怪我の影響というのもないようです。セカンドダウン7、ランで3ヤード取りました。このドライブはしっかりとエンドゾーンまで持ち込みたい、そういう動作です。パス、あ、飛びた、自らボールを持って、あ、これはいいファイトを見せましたね。気持ちの面で負けてはいません同志社大学。菅谷ですか、はい、菅谷遊ぶ
まあ、いいプレーですね、うん、はい、パス自体はいやもうリフレクトされてましたからね、進化ですかね、はい、進化ですね、しっかりとチップしたんですが落ち着いてボール処理ゲインにつなげています。さあサーダウン3、ここ勝負ですね、はい、セットバックアイフォーメーション、レシーバーは右に1人、ランプレーで託して、おっと抜ける、長野がスルスルっといった、セーフティーとの勝負、今日初めてビッグゲインがありました同志社大学、ロングゲインですね、はい、ここでしっかり出してきましたね、今完全に真ん中抜けましたが何が要因と、ブリッツが逆サイド入ってましたね、ラインバッターの、はい、あとはセーフティーで閉じるべきですけど、はい、ラインバッカーは逆サイドにブリッジしてます、最後の見せ場ですね、はい、残り2分になりました。ただ絶好の機会になっています、敵陣21ヤードフルバックランプレー、ただこれも3ヤードぐらい一気に出してきましたね、ノーズガードが33番1年生なんですよね。あ、そうですか、はい、まあ、あの、はい、大きいですけど、ええ、スタートは早いですよ、彼も1年生です。小石直也が33番、ここで試合に出ているというところ、さあパスを選択です。あ、パス失敗、このセカンダウンの攻撃はノーゲインにとどまっています。サーダンロング、まあ、フィードゴールレンジではありますが、なんとしても得点得たいですね。先にタイトエンドを見てからの方が、うん、はい、あのフルバックというのはスペース空きやすいんですけど、もう全員フルバック行ってましたからね、関大が。今シーズンはまだタッチダウンのない同志社大学です。立命戦でフィールドゴール2つあるんですが、さあ今年初タッチダウン関大戦で見せられるか、サーダンセブン。あ、中央つきますが、素晴らしいタックルは東条です。んー、あっという間に出してきましたね、はい、いや今のブリッツでしたからね、はい、まあ、それが当たったということですか、はい、そうですね、あ、東条、すみません、東条は外からですね、外から2人入っておりましたね。さあフォースダウン、ギャンブルですか、あくまでエンドゾーンタッチダウンを狙うというプレー、はい、ん、笛が鳴ります。第4クォーターも残り40秒、これは関大のタイムアウトですか。あ、ラインバックは元へ戻しましたね。タッチダウンは許したくないことですね、はい、まあ、関西大学もしっかりとタイムアウトを入れるというシーン、サイドラインも指示落ち着いているのかなと思いますが、残り40秒です。第4クォーター、同志社としてもここをしっかりと少なくともダウン更新してタイムアウトを使いながらタッチダウンを目指す、そうですね、はい、はい、いうことですね。ただフォースダウンで8ヤード残っていますから、まあ、ここはほぼパスと見ていいですか。もうパスですね。で、LB を変えたんですよね、スタートメンバーに。関大も変えましたね、はい、セーフティーはもともとそのままですから。テールは長野ですね。スターフォースさん、ギャンブル左に展開、このプレーはさあパス、あ、失敗です。反則はありませんね。フォースダウンギャンブルは失敗。
まあ、パス形としては何とか作っていたかなと思いますが、はい、まあ、崩れましたけど坂谷よく頑張ってここで作ったんですけどね、レシーバーがもうちょっと早く気づいて、うん、はい、カムバックしていったら、そうですね、ここ、はい、ちょっと遅かったですね。で、さあ残り時間31秒で、あ、もういいですね。そうですね、石内がクォーターバックにまた変わって膝をつきます。2ダウン。同志社大学もタイムアウトはもう取りませんね。時計が流れていきます。関西大学としても今日は前半苦しみましたが、しっかりと最後は自分たちの形ができました。同志社ここはタッチダウンならず、無念の完封と、完封負けということになりました。第3節関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1の一戦、今試合終了です。同志社大学対関西大学、ゲームオーバーになりまして、最後の最終的なスコア41対0ということで、関西大学が3連勝を飾っています。41対0、同志社大学は得点なりませんでしたが、まずまずランパスで見せ場も作ったという試合になりました。今後長い長いシーズンが半分以上続いていくわけであります。そんな中で自分たちのプレーがどこまで出せるんであるかということを、きっかけを両チーム掴んだ試合になったのではないでしょうか。さあ茨城さん、はい、まあ、スコア41対0ということで最終的には差が開いたかなと思いますが、茨城さんの目には今日の試合どう映りますか。前半は本当に同志社の守備、はい、よく頑張ったと、思います。ランストップ特に、はい、ほぼノーゲインでしたからね、はいはい、まあ、だから自信、はい、つけるところは自信つけて、あと4試合あるわけですから、はい、明日からの練習頑張ってほしいと思います、うん、そうですね。逆に一旦バランスが失った時のいわゆるリカバリー能力、うん、特に第3クォーターですね、はいはい、についてはもっと反省すべきだと思いますし、うん、何も岸村君のプレー自体は今まで の, 2試合でデータはあったはずですから、はい、その辺のいわゆるグラウンド上での修正能力はもうちょっとつけてほしいと思います。まあ、一方で関大は前半持ち前のプレー出せませんでしたが、後半はしっかりと、はい、タッチダウン結びつけましたんでね、はい、その差なんですよね、はい、そうですね、この試合は5つのタッチダウンを取っています。41対0ということになりました。さあそれでは試合終了後のセレモニーも皆様にご覧いただきましょう。
関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1、ただいま第3節が終わったところです。ちょうど最後の取り組みになりました同志社大学対関西大学の一戦は41対0ということで、最後スコア開きました、関大が勝利という形に終わっています。さあ、同志社大学、今試合後のハドルご覧いただいております。さあ、茨城さん、まずメインスタンドの同志社ですね、はい、前半は大健闘と言ってよいでしょう、はい、特にランス守備ですね、はい、この辺りからリズム食い下がっていたとは思いますが、今日はご覧になってどうでしたかね。まあ、本当に勝利したければ、はい、ディフェンスが第4クォーター終了まで続けなければならないチームであるのは、はい、ディフェンスの選手は全部自覚してほしいですね。特にやはり第3クォーターというのがポイントになりますでしょうか、はい。まあ、相手のトリックプレーにもやられましたけど、ね、大きく崩れましたんでね、はい、オンサイドキックもちょっと意表を突かれたと言いますか、はい、そういった部分もあったかと思います。対するオフェンスですね、この辺も、はい、今シーズン従来通りのラン主体のオフェンスでしたが、はい、やはり関大の壁分厚くという、はい、ことになりますか。はい、相手の相対関係もあるんですけど、はい、まあ、もう少し綺麗な穴を関大のいわゆる、はい、スターターのディフェンスライン、はい、ラインバック相手に、はい、作ってほしかったなとは 思いますね。そうですね、はい。さあ、そして対する勝った関大ですね、はい、今後も長いハドルができております。今シーズンは特に試合後入念なポジションのミーティング敷いているようですが、はい、まあ、勝って兜の尾を締めるという状況で今シーズンこの第3節も来ているんでしょうかね、はい、特に不満がコーチ陣あるとすれば前半という形になりますか。まあ、ただ石内君は前節は本当に非常に、そうですね、素晴らしい1クォーターから3クォーターまでの応援を演出しましたからね。そうですね、はい。でまあ、それで本来はこのゲームをスターター石内君だったわけですから、はい、同じようなパフォーマンスを期待しておられたと思うんですけど、まあ、まあ、プレー自体がいわゆるランベースで保守的やったというのはありますけど、うん、そうですね、はい、10点しか取れなかったと、はいはい、逆にその代わりに岸村君が今日はもう第3クォーター伸び伸びとプレーしてましたし、パスの精度も今までと比べると数段良くなってますから、そうですね、はいはい、この辺は関大にとったら明るい材料じゃないですか。結局チーム内で2人のクォーターバックが切磋琢磨して本当に勝てる QB が大事な試合に臨むというのがチームの理想の姿やと思いますので、そうですね、はい、まあ、これからも私は両クォーターバックとも本当にいいクォーターバックを持ってますので、はいはい、チーム内で競い合って、はい、勝ち残ってほしいですね、うん、どちらかが、ね、はいはい、特に、まあ、今回は、まあ、石打ちを要してのランプレー、はい、あるいは、まあ、岸村を使ってのパッシングプレーということで、はい、ちょっとこうそれまでの特色をガラッと変えて攻めていきたい、はい、まあ、意図的にされたのかも分かりませんけど ね、うん、ね、伊藤さんが、はいはい、だと思いますので、この辺も何かチーム総合的な力をつけるという課題もあったかも分かりません、はい、後半は、まあ、岸村がクォーターバッキング、前半の苦しんだ部分を後半でしっかりと返して得点を広げての勝利という形になりました、まあ、これで第3節がこのシーズン、終わるわけなんですが、これから第4節ちょうど折り返し地点の試合を挟んで最後の3連戦、はい、今年も激闘が、まあ、全ての試合であると思います ね、リーグ戦だってリーグ戦でないですからね、うん、はい、そうですね、全てのチームが、はいはい、ガラッとそれまでの雰囲気が違います。まあ、チームの質、そして、まあ、出すプレーというところ、はい、さらに気持ちのぶつかり合いというところも激しさを増すと思いますね、はい、この辺も、まあ、関大同志社ともに、大事になってくると思いますけれども、あと今後シーズンを後半戦う上で両チーム必要になってくること、大切にしたいこととは、茨城さんどの辺に考えていらっしゃいますかね。そうですね、はい、ここぞと詰まった時に出すオフェンスのプレー、はい、ここぞでこう困った時にいわゆる自信持ってコールできるディフェンスのプレー、はい、そんなを一つでも多く持ってるチームほどこういわゆる
キューバをしのげるわけです、ね、そうですね、まあ、怪我人もね、当然出てくると思いますし、はい、まあ、スタープレイヤーの負傷に泣くというチーム、そういったシーズンも、多々あるわけですからね、はいはい、また怪我に怖がってたら大事な試合を落とす結果にもなりますね、はいはい、まあ、シーズン通してのね、戦力ね、もう学生スポーツですから今年度のチームにはもう一度きりですから、うん、はい、まあ、どのチームも悔いの残らないように、はい、出し尽くしてほしいですね。そうですね、はいはい、まあ、これが学生フットボールの最後の、にかける思いというのを4年生の奮闘にも、まあ、注目していただきたいですね、はい、さあそんな中まもなく放送時間迫ってまいりました。本日は RTV の制作で関西大学対同志社大学の一戦お伝えしてまいりました。本日はこの試合の解説、同志社大学アメリカンフットボール部前ヘッドコーチでいらっしゃいます、現在は関西コーチズアソシエーション前会長を務めていらっしゃいます茨城さんをお招きして実況 RTV 上田でお伝えしてまいりました。どうもありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。それでは皆様、第4節、激しさを増す熱気を帯びてくる、そういった2014年のフットボール、カルチフットボールにどうぞご期待ください。この辺で失礼いたします。失礼します。